はい、ワンバンコです、 YTK です。で、目的地はね、ドラクエの故郷洲本の方に行こうかなと。前も行こう思ったんですけどね、二次元の森にあると思ってたらね、全然違ってまして、洲本まで行かなきゃいけないということでね、途中で断念したんですよね。で、8時半の、ジェノバラインに乗るつもりなんですけども、45分ぐらい前に来ちゃったな。切符買われます？ね、7時半のやつ乗ろう思って買おう、今買おう思って8時半うん、これ1枚買ってほしいんです。ああいいっすよ。いや、それ自転車だけ買ってください。あ、はいはいはい、自転車でしょ。あ、自転車、自転車買ってる。往復で。あ、往復か。まあ往復で。で、ほんでこれ530円で買って。ああ、じゃああと10円出したらいいんですね。あの、これ高いもん。あ、はい、30円。はい、ありがとうございます。はい、そうやね。ですね。すみませんね。いえいえ、いいっすよ、いいっすよ。まどわしいことです。いえ、全然大丈夫ですよ。おはようございます。お待たせしました。そんなもん手ないですよ。ありがとうございます。加藤さん、自走ですか？自走です。すごいな、すごいな。加藤でございます。あの動画見させてもらって、こんにちは。すいません、なんかかっちぇーな。バッテリーがない。ちょっと。タコさん、ここから何キロぐらいなんですか？いや、分かるやろ。6キロ。うわ、ちっか。ちっか。ありがとうございます。2人で往復やったら名前買っていいかよ、分からへん。4枚。おはようございます。おはようございます。おはようございます。淡路に来ておりますが、はい、今日は、YTK さん、それからタコタコさん、はい、それからカツオ君って、淡路を半周ほどライト。ケイデンスが100超えてるね。むっちゃからばい。これはこれガリゴリ登らんと赤い。え、こっち。こうやっぱ先んとこですよね。ねえ、さすがにあれインナーじゃないと、ヨーノブランは。すごい急やぞこれ。いけるのかこれ。あ、無理だ、このスピードじゃ無理だ。これはあかんやろ。おー、危ねえ。おー、すげえすげえ。よいしょ。あ、ここきつい。これ無理だ。これは無理だ。このあぜ道無理だ。これ帰り嫌やな。これいけるんすか。これやめといた方がいいですよ。ねえ、そう、行く価値がなさそう。ちょっとカメラだけ
景色はいいですね。あ、ほんまや、あ、すごい。1台ずつのがいいんじゃないですか。うん、の方が無難やと思います。ドラクエ3ですね。 3ですね。前もこの話しながら来たよ。そうなで、なんかめっちゃ僕ドラクエシリーズで何々が好きでみたいな話だったけど、全部それノイズになってダメじゃん。はい、いきますよ。はい、チーズ。はいよ、ええ香りとる。どうすか。知らん。長えなこれ。あげるもん。ちょっと膝つった。つりそうなってる。ちょっとやばい。いて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 。ちょっとやばいな。ちょっと塩分が取ってないか。もうゆっくり登ろう。お待たせ。左です。左。左です。うわ、また登ってる。うわ、きつ、ここきついわ。あー、しんど。ダメだ、疲れた。あー、しんど。今ちょっとエンディング撮ろう思ってね、試行錯誤したらいろいろ物を忘れていて、ワイヤレスで録音しようと思ったら電池が切れてたんで、ひょっとしたら音入ってないかも、入っててもちょっと聞こえにくいかもわかんないですね、はい、ちょっとね周りの人の目がすごい気になるんで、かなり気取りますけどもお許しください。で、ですね、今日は、タコさんと、カツオさんとカツオックさんと4人で、グループライドの方をしてきました。洲本まで行ってね、ドラクエの記念碑を見て、でそこからね、花さじきやったっけ、行って、でそのちょっと先にあるね、あのハンバーガー屋さんまで行こうということになったんですけども、まあそこのね上り 300m アップなんですけど、
いやきつかったね。僕坂道結構好きな方で、まあ、得意ではないんですけど、まあ、あのおちらおちら登る方だと思ってたんですけども、まあひどかったね。もう僕が一番ドンケツでだいぶ苦労しましたね。まあ1ヶ月ぶりにねまともに、今まで130キロ100キロ超えのライドを久しぶりにして、で、まともな坂道登って、いやほんと苦労しましたね。やっぱちょいちょい乗らんとダメやね。でやっぱね、みんなで走るのはほんま楽しいですね、うん、こういろんな情報もねやり取りできて、すごい有意義な時間を過ごしたと思います。ただね、カツオさんが、急遽参加ということで、もともと何か予定やったみたいでして、最後の方は、ちょっと挨拶もできずにお別れすることとなってしまいました。ちょっと残念でしたけども、急遽来ていただいて本当にありがとうございました。でまあ、タコさんとはねまだ比較的近いんで、また動画、行こうかなとは思ってます。ということでね、まあ、本日は、まあ、僕の動画多分めちゃくちゃ短いと思いますけども、よかったらタコさんとね、カツオさんの動画の方はもうじっくり見てください。はい、ではね、本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。